皆さんこんにちは、中島の美塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日の本はですね、メンタリスト DAIGO さんの記録の力です。はい、ですね、前回この倒れない計画術っていうのを読みまして、まあ、ちょうど本屋さん行ったらね、同じように言ってて、年代としては2年ぐらい違うんですけども、やっぱ記録系というかですね、計画系にはやっぱり不可欠な部分ですので、これから30分で読んでいきます。はい、ではスタートです。まあいいぐらいの時間なので、終わりにして紹介の方に移ります。いや、よかったですね。てかまあまあさすが DAIGO さん、いいですよね。はい、では2分でスタートです。今日ご紹介するのは、メンタリスト DAIGO さんの人生を変える記録の力です。この本を一言で表すとですね、内省の本です。考え方の本です。記録の力っていうんでですね、いわゆるそのライフログみたいなものを結構期待して読んでて、で、まあ、実際ですね、こちらの方にもですね、ライフログの大事さみたいなの書かれていたので、そういう本なのかなと思って読んでいたんですけど、いやもう全然ですね、本当に考え方、考えるとは何だっていうのを、本にしたらもうこの形になってるんだなっていうぐらい、そのどう考えればいいのか、まあ、悩みを解消するにはどうしたらいいのか、困難さをどう乗り越えていくのか、新しいアイデアをどう出していくのかとかですね、まあ、そういったその内省する、考えるっていうことについて書かれていて、でそれについてですね、まあ、記録っていうので、そのなんていうのかな、要は頭の中で暗算しないで紙に書き出して筆算しましょうと。私講座とか、まあ、個別のクライアントさんとかでもですね、行ったりするんですけど、やっぱり暗算してるとうまくいかないことでもですね、筆算すればうまくいくっていうのがありまして、ではじゃあどのように筆算するのかっていうのが結構わからない方、要は考えるってそもそも何をすることなのか、でそれについてですね、よくわからないなっていう方であれば、ぜひこの本を読んでいただきたいですね。ですね、まあ、ここにある通り33のテクニックって書かれているんですけども、その中ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9つのテクニックについて、まあ、ピックアップして、これはいいなと思って、で、ですね、結構やり方は違うんですけども、似たようなことやってるなっていう方正直多いと思います。でいろんな本を読まれている方とかですね、実践されている方もいらっしゃると思うので、そういう方にとってはですね、あ、これ別に知ってるよっていうようなことあるかもしれません。ただですね、大事なのはやってるかどうかなんですね。はい、なので、私もですね、今言ったその9つ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9ですね、まあ、プラス1、9プラス1ぐらいにはなるんですけど、ちょっと似たようなのもあったの で、それについてはですね、これからどんどん実践していこうと思います。いわゆる思考の言語化っていうのはとても大切で、相手に何を伝えるかっていうのもそうですし、自分自身のこと、要は自分が何をしたいのか、何をしたくないのかっていうのを言葉で明確にしていくことはとても大切なんですけども、まあ、学校とかでですね、いわゆる思考の言語化って教えてくれないので、やっぱり大人になってからも学ぶしかないかなと。でそれもやり方はいろいろあって、まあ、難しいものとか大変なものとか、まあ、後ろにもね いろんな本はありますけども、その中でですね、この本っていうのに書かれているのは丁寧ですし、全部例が載ってるんですよね。結構ですね、このいわゆるフレームワーク、これを埋めたらできますよってあっても、例が入ってないものとかもあったりして、これ実際どう使うんだよみたいなのもあるんですけど、この本っていうのは全てにおいて例が入っていて、とても分かりやすかったです。はい、でまあさすがさすがですね、本当に。でメンタリスト DAIGO さん好きの方であれば、もうこれ読まれている方も多いかなと思いますけど、これ読んで損はないですし、まあ、こちらの計画術とかもそうです。で他の DAIGO さんの本もいろいろ私も読んでますけど、やはり大事なのは実践すること。鈴木優さんの本とかもそうなんですけども、やはりこの中からどう取り入れていくかっていうこと大事なので、私としても、もう積極的にですね、まず取り入れて実践していって、でそしてこの、まあ、うまくいくっていうところですよね。私も今よりももっとうまくいってかせるようにして、でそして自分自身で、実際やってみたことについて、クライアントさんとか、まあ、講座であったりとか、そういった場でこれすごい効果的で良かったですよ、私が使った時はね、っていう風にしてお伝えしていこうかなという風に思いました。はい、いつものようにですね、動画詳細のところにリンク、 Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひご覧になって買って読んでみてはいかがでしょうか。
今回の動画はこれで終わりにします。ぜひですね、動画の高評価、いいねボタン押していただくと中島励みになりますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。